よし。じゃあ、始めましょう。はい。難しさだよね。なんだろうね。やっぱなんだろう。接続語？接続語っていうかな。例えば、英語だったら、I am なんとかで、私はなんとかです。で、まあ、なるけど、なんだろう、日本語にすると、私はとか、私がとか、その、なんていうの調子知識がなさすぎてあかんで、なんかもう忘れてるんだけど、なんか、英語だと一通りに言うところを、日本語だと何通りにも言える、うん。で、それもちょっとずつニュアンスが違うっていうところが、多分難しいのかなと思うんだけど。それはどう思います？若宮さん。助詞の数の難しさですか？うん。てか、ニュアンスに全部帰着するのかなって今思って、うん、敬語とかの違いとかもあるけど、言いたいことは一緒じゃん、敬語とか、普通の存在の言葉でも。伝えたいことは一緒なんだけど、さっきの、河合くんの助詞の和とかがで意味違うっていうのも、例えば、私が運転するってのと、私は運転するで意味確かに違うよね。私がっていうとなんか自分がやりたいっていう主張が現れたりとか、うん、私は運転するだったら、まあ、普段運転しますみたいなニュアンスになったりとかするっていうことで、ニュアンスがとりあえず豊富なのかなっていうのが日本語の難しさの一つだと今思うっていう感じで。確かに英語だと、例えばどういうかな、私は運転しますと、私が運転しますってなると、もう完全に文の構造が変わっちゃうんだよね。私が運転しますとか、その画角使っちゃうと、多分初出の主語なんですよ。うん、初出。一番最初に出てきた主語は、私がみたいな感じで、が使うんですよ。うん、例えば、猫が餌を食べている。っていうのを今初めてその猫っていうのを話題にして、あ、猫が餌食べてるねみたいな感じで言うと多分自然なんですけど、例えばその初めて猫みたいな、あ、猫は餌食べてるねって言ったらちょっとなんか変じゃないですか。猫は餌食べてる。日本語だと確かに猫がっていう、その日本語とかだと初めてその猫がパッと目の前に出てきて餌食べてる状況を表すときに、猫は餌食べてるって多分言わないんですよ。うん。うん。で、多分初めて言うときに猫が餌食べてるって言うんですよ。そうだね、そうだね。うん、そうじゃないですか。英語だとどうなるの？同じなんじゃないですかね。同じなん。そうじゃないですか。うん、The cat is eating something みたいな。例えば、猫と犬が同時にいたときに、はい、猫だけが餌を食べてる場合って、日本語だと、猫が餌を食べてる。猫は餌を食べてるっていうかな。その時は猫はだね。2ついて、犬と猫が2匹いて、猫だけが餌食べてるときは、犬は食べてないけど、猫は食べてるっていう、前半省略して、後半だけの猫は食べている。って言うかもしれないね、うん、まあ猫が食べているって言っても全然わかるけど、うん、この議論めちゃくちゃそんなか細かいね。確かに和と我の違いみたいなテーマになってきたけど、犬と猫が多分いると、その犬と猫がいるっていう状況が、その犬と猫がいるっていうので一回その完結すると思うんですよ。言わないに限らず、言ってなくてもその犬と猫がいるっていう状況があって、次の主語が猫はっていう風に出てくるんで、多分はで出るんですよ。あ、何？最初になんかそういうまとまりを名詞として紹介するときはがを使うってことか、基本的に。多分よく考えてみて使ってみるとそうなんですよ。例えば机の上にスマホはあるって言わないんですよ、多分。机の上にスマホがあるって言うと思うんですよ。スマホはあるってなんか変じゃないですか、聞くと。でも確かに、ね、で、その後にスマホについて
なんか説明するときに、このスマホは私のですとか言うときに、わーになるよね。そのスマホが私のですとは言わないじゃないですか。うん。おお、うん。っていう、そうなんですよ。わとがで、だいぶすでに日本語としては、全然ニュアンスは違うと。そうですね。けど、英語だとそういう違いは基本的に使わない。ないから、そのアメリカとかで日本語の勉強してる学生とかは、和とかって何が違うんですかっていうのをよく質問でされるっていうのをよく聞きます。面白いですね。じゃあ、俺の方から。じゃあ、敬語についてはどう思う？まず、英語に限らず、敬語っていうのがある言語って日本語以外にあるのかっていう。日本語よりも結構厳しく使うのが韓国語あって、韓国語とかは多分結構厳しいみたいなのを聞きますね。うん。じゃあ韓国、でも韓国語って、まあ、かなり新しい時期に作られた言語で、結構習得が簡単に作られてるっていう歴史で習ったんだけど、その韓国語の中でも敬語に関しては結構難しいと。でも韓国語の歴史が浅いわけじゃなくて、ハングルの歴史が浅いだけで。あ、文字としてってこと？そうです。あ、ハングル多分識字率上げるためかなんかに作られたやつだと思うんで。ハングル、はい。なるほど。ハングル文字ぐらいだったら1400年だったかな、確か。ぐらいにでき始めたんで、日本語とかの歴史と比べると、もう全然、うん、奈良とか平安とかからあるんで、そう考えるともう、めちゃくちゃ新しい。文字としては新しいけど、でも言葉はずっと喋られてたよねってことか。だと思います。ああ。元たどったらどうなるかわかんないですけど、韓国語あんまり興味なくて調べてないんで。元たどったら中国語とかと同じになるのか、もうわかんないですけど。でも、文字としては新しいけど、多分その敬語とか使う文化としては、あれなんじゃないですかね。まだ新しいんじゃないですかね。新しくないか。敬語の方は新しくなくて、文字だけが新しい。っていうのが正しいんじゃないですかね。なるほど。おそらく。だから言語としては、韓国語も実は難しいと。むしろ敬語って、の難しさでいくと韓国語の方が難しいかもしれないですね。正直なんか、なんだろう。おっしゃるとか日本で使わなくても別になんか殴られたりってしないじゃないですか。極端な話。うんうん、先生が言いましたとかでも別にそれって尊敬の気持ちとか多分出てると思うんで、ですますつけるだけでも多分、容認される形だと思うんで、そう考えると目上の人には絶対この形みたいなのが決まってる韓国語とかは多分、の方が、敬語に関しては厳しいんじゃないですかね。なるほど。